私ですか？お願いします。ラウンド1ファイト。大丈夫ですか？ごめんなさい。やっぱり私の方が強かったみたい。メール？一体誰かしら？違う。これは外部からのアクセス？どうして私がデイジーだって？私が作った防壁を突破したなんて。しかもここが DG だと承知で。どうやって私がデイジーだってことを。伝えたいこと？いきなりそんなこと言われても。本当にそれだけのために防壁破りを試みたとしたら、変わった人ね。バックアップは大丈夫ね。セキュリティのアップデートをする時間もないし。ダメ、逆探知もできない。いい腕してますね。 HIRO ひろみ、ひろこ、ひろし、ひろゆき、やすひろ、ともひろ。自称からしても、やはり女の方という可能性は少ないでしょうね。お願いします。ラウンド1、ファイト、ファイト。絶対シュート！
リーオン。お強いですね。私でなければ手こずっていたかもしれません。お願いします。ラウンド1ファイト。ファイト。あなたがここまで私を追い詰めるなんて驚きました。お願いします。ラウンド1。行きます。はいはい。発展中。発展中。
あなたがここまで私を追い詰めるなんて、驚きました。お願いします。やろか。はいはい。あなたがここまで私を追い詰めるなんて、驚きました。お願いします。ラウンド1。ファイト、ファイト。あなたがここまで私を追い詰めるなんて、驚きました。お願いします。壊してやる。ラウンド1。ファイト、ファイト、ファイト。絶対シュート！ハッグッ！え？グッ！連携フック！
勝利。ワン。ラウンド2。ファイト、ファイト。その後も彼ヒロからのアクセスは続いていました。予言というのはどの技でどんな判定レベルの結果で勝利するかということだったのですが、驚くべきことにその予言は全てその通りに的中していったのです。まるで本当に未来を見る力があるかのように。私はヒロの正体もさることながら、その予言自体にも次第に興味を覚えていきました。そしてとうとうレイミさんとの決勝戦を迎える前日。どうして？私に勝つ見込みはないと。逃げる？私が何から逃げているというの？あなたに私の何がわかるというんですか？何をしたの？やめて！ダメ！何も受け付けない。敵は私自身？待って、一つだけ聞かせてほしいことがあるの。あ、この人は明日の試合見に来てくれるのかしら。ねえ、ディジー、どうも。そっか、ほんといい腕してますね。歯が立たないわ。自分に勝つか。柳瀬香織、また再び私に立ち向かってくるとはね。ええ、私は諦めませんから。あら、今年は余裕があるようね。いつもの変なコンピュータはどうしたの？変なは余計です。これはひなぎくの花、まさか。あなたにはお似合いの地味な花ね。その花の花言葉を知ってらして？いいえ、世間知らずよ。また私があなたにこの世の厳しさを教えることになるのかしら。今まではそうだったかもしれません。でも今日は違います。この感じ、いつもの香りとは違う。
お願いします。ラウンド1。ファイト。はい。熱戦中。自分を信じて己に打ち勝つ、このことだったんですね。香織。はい。負けは認めたくないけど、確かに今日のあなたは今までとは違ったわ。レイミさん。ヒロさん、来てるんでしょ。あなたは私のことを知っているのに、私はあなたの顔すら知らない。お願い、出てきて、木島貴博さん。どうして俺の名前を。最初に来た時、 DG に残ったログから逆探知で測ったのは名前くらいですがこういう時どう言えばいいのかな。はじめましてかな、やっぱりはじめまして。あなたのおかげで私、勝てました。よしてくれ。すべては君の力だよ。俺はただ、一人のファンとして言いたかったことを最後に伝えただけだ。ありがとうございます。
Oh.